皆さん、こんにちは。インスパイアのコタです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、Facebook ページのいいね数ランキングを発表したいと思いますが、なんと9月の27日で9月も終わろうとしているんですけど、ようやく8月分ということで、恒例の記事は大体月始めにやっていたんですが、遅くなってしまいました。申し訳ございません。そのぐらい9月はですね、皆さんに早くお伝えしたいネタが多かったとも言えるんですけど、早速ですね、9月のランキング見ていきたいと思います。こちらからご覧ください。はい、現在 Facebook ページには4417いいねいただいてはいるんですけど、じゃあその中で投稿に対してどのぐらいいいねがついたかっていうことをランキング形式で見ていきたいと思います。まず第1位なんですけど、これシェア数も含めていますが、第1位、こちらですね。46いいねということで、長崎原爆投下の日、いいね。原爆投下の日がいいねじゃないですね。これすいません。消し忘れです。こちらのニュースは、まあ、いいね自体は32なんですけど、シェア1件がついていて、合わせて46ということになっているんですけど、まあ、結構こう自分の意見っていうものを書いてですね、このように評価してもらえるっていうのはなんかありがたいですね。これが第1位でした。ありがとうございます。第2位、こちら、33いいねということで、武雄市のホームページがリニューアルっていうのがあるんですけど、これ武雄市は、Facebook をいち早く取り入れて、Facebook ページをもう武雄市の公式ホームページにしてしまったというですね、前の市長さんのものがあったんですけど、こちらをですね、まあ市長も変わって、4年ぶりにですね、独自のホームページに戻したということで、これ Facebook 的にも結構大きな事件じゃないかなって気がするんですよね。まあ結果的には、武雄市に追随して Facebook ページを公式にするっていうところは、おそらく現れなかったんじゃないかなって気がしているんですけど、まあ、これでなくなったということだと思います。はい、これが33いいねでした。まあ、シェア含めて33、実質は26ということですね。3番目、こちら、Google ローカルっていうことで、29いいねなんですが、こうした方が見やすいかな。Google My Business には定期的にログインしてくださいねっていうことが、少なくとも半年に1回はログインして、ビジネス情報を推奨することあ、確認することを推奨しますみたいなことが出てました。皆さんもね、Google My Business、ログインしてくださいね。はい、こちらの図結構衝撃的なニュースだったんでしょうかね。シェアも2いただきました。ありがとうございます。そして続いてこちら、26いいね、デザインということで、ついに認めましたね。まあ、散々もうこれ話題になっていて、もう、この認めた途端にですね、まあ、2チャンネルの方でも書かれなくなったし、話題にもならなくなったので、やっぱ早く認めておいたらよかったんじゃないかな、とね、まあ、結果論ですけど思いますよね。やっぱり、盛り上げちゃうんですよね、2チャンネルでですね。ということで、こちらが26いいねでした。はい、続いてこちら、本当ショックで、ネット上でもかなり騒がれましたが、24いいね。堀北真希と山本浩二が電撃結婚というニュースですね。こちらはですね、結構早く、公開したんですよね。投稿したんで、割と反応も良かったんじゃないかなと思いますけど、24いいねいただきました。ありがとうございます。そしてこちら。こんなに暑いのに計画停電なし、原発稼働ゼロ機で乗り切れた理由ということで、本当そうなんですよね。まあ、結局、仙台原発が再開しましたけど、まあ、乗り切れた理由の一つには、太陽光発電っていうのが普及したことによって、原発の困った分をですね、補えているという状態があるそうなんですよね。こちらの朝日新聞の記事の方を掲載しましたので、よかったらご覧ください。はい、続きましてこちら。Facebook アプリのメニューに、ドコモマーケット、D マーケットが勝手に表示っていうことで22いいねいただきました。これドコモさん、僕はドコモの携帯なので、ドコモマーケットが出てるのはまだいいんですけど、これドコモさんだけでなくて、au とかですね、ソフトバンクでも出てるっていうような話なので、まあこれFacebook とドコモが提携してるので、まあどうなのっていう感じはしますけどね。まあまあ、はい、いいでしょう。
はい、続きましてこちら19いいねということで、石川県の白山商工会所で、講演してきましたということで挙げてました。はい、ありがとうございます。最近ちょっと こういうセミナー行ってきました。セミナーこれから始まるっていう写真の投稿がちょっと少なかったかな。8月よりも9月の方が結構講演多かったんですけど、こういう投稿ちょっと少なかったかなっていう反省もしております。はい、続きましてこちら。17いいねっていうことで、値段の見せ方間違えてないっていうことで上げたんですけど、面白いですよね。これ僕見つけたんですけど、640円、税込み690円はこれ合ってるんですが、で、特別価格650円ってやってるんですけど、なんか、これ640円が650円になったみたいで全然安くなってないじゃんってイメージがするので、これ本体価格は表示しないで、税込みだけでいいと思うんですけどね。690が650だけでいいと思うんですけどね。なんか面白いの見つけました。はい、続きましてこちら。これね、福島、スーパーマーケットの福島屋さんの福島語録っていうことが出てたんですけど、16位にいただきましたが、なかなか面白いですよね。自己利益の追求だけでは頑張りきれない。人のための方が頑張れるとかですね。競争社会ではないところで全ての人が自分の目的を果たせるようなスキルを身につけられたらいいと思う。そうですよね。もう一人勝ちの時代は終わったということで、なかなか素晴らしい言葉じゃないかなと思います。はい、続きましてこちら。堀北真希、電撃結婚の背景に交際男性との別れありということで、全く噂が立たなかった堀北真希なので、逆にそういう結婚だけでもショックなのに、付き合ってた人もいたんだっていうことにもショックを受けたという男性の方がすごい多かったんですけど、こちらでも、反応がありました。はい、続きましてこちらですね、新規客よりもリピート客の方が大切ですっていうことで、書いたものなんですが、これ新規客の方が9割でリピートは 9% しかいないっていうですね、まあデータなんですよね。だから新規客が大事だよということなんですが、まあ結局ですね、まあリピートはその後何回もリピートしていくものなので、まあリピートはもちろん大事なんですけどね。これあえてですね、リピート客よりも新規客を死ぬほど対戦すべきっていうことでちょっと書いてみたんですけどね。ちょっと逆ざやでしたが、書いてました。はい、続きましてこちら。そうですね、8月といえば、長渕剛さんの10万人オールナイトライブがありましたが、こちらのセットリストっていうのが発表になりまして、セットリストっていうのは歌った曲目ですね。ですけど、こちらのものをですね、いち早く見つけてみて、皆さんに公開してみました。ありがとうございます。はい、続いてこちら14位目。楽天市場トップページを約半年ぶりにリニューアルということで、そうですね、リニューアルして、僕まだ見に行ってないっていうか、買い物してない気がするんですけど、どうなんでしょうかね。デザイン変えて、売り上げとかアクセスとか影響出てるんでしょうかね。なんかまたそういう資料出てきたら、また皆さんお話ししたいと思いますけど、結果ですよね。これなんか、一部の人の中では、テスト的にですね、一部の人だけに新しいデザインでテストしてたっていうことが分かっているので、まあ効果があったから変えたと思うんですけど、まあ全員に変えてみてどうなったかってちょっとね、楽天さん発表してほしいなと思いますよね。8月27日、ちょうど1ヶ月ぐらい経ったんでしょうかね。発表してもらえたら嬉しいなと思いますね。はい、続いてこちら、14いいねということで、TBS とドコモが動画コンテンツで提携ということで、これちょっとね、面白いのは、この TBS とドコモ、テレビ朝日と au、で、ソフトバンクはどうするのって言って、ソフトバンクは残ったフジテレビなのかなっていうようなことを、まあね、書いていたわけなんですけど、まあ結果的にはソフトバンクは、ネットフリックスと組んだっていうところで、なかなかこの辺が、先見の目があるっていうかですね、まあいわゆる、動画をネット見放題っていうサービスがありますけど、そちらと組んだということで、テレビではなくて、ね、ネットフリックスと組んだソフトバンクさんどうなるかってことで、ちょっと面白いですよね。そういうふうな記事を書いてました。はい、続きましてこちら。Yahoo 検索 SSL 化っていうことで、
ついに発表になりました。8月12日発表になって、もう1ヶ月ぐらい経ってるんですけど、未だにこれまだ反映されてないような気がして、普通に Yahoo でもまだキーワードが取得できている状態になってるんですけど、これいつから正式に切り替わるんでしょうかね。まあ年内には変わっていくんじゃないかなと思いますけど、まあこの辺ね、かなり大きい問題だなっていう気がしますよね。はい、こちらのニュースがありました。はい。続きましてこちら。キュレーションメディアのタグ一覧ということで、いわゆるね、ネイバーまとめに代表されるような、まあキュレーションメディアってのがありますけど、ここの中で話題のキーワードみたいなものを掲載しているサイトが結構あるんですよね。だからそこからも今人気のキーワードとか、その集客するキーワードっていうのを抜き出せるんじゃないかなっていうことで、そういったものを集めてみました。そうですね。これブログ記事としてランクイン、したのは珍しいですね。13位にいただきました。ありがとうございます。そしてこちら。はい、ソーシャルメディア45個集めていましたということで、皆さんこれどのぐらいわかりますかねっていうことで、まあ Twitter、Facebook とか YouTube とか、ね、この辺わかると思うんですけど、なんか気づけばですね、45個もありましたっていうことで、それぞれについてですね、分析したものを、ブログで書いてましたけど、皆さんいくつわかりますかってですね。はい、続きましてこちら。果たして Yahoo ショッピングは楽天市場に変えるのかっていうことで、これ楽天さんと Yahoo ショッピングのそれぞれのいいところということでちょっと書いてみたんですが、まあ、楽天さんがモールとしては圧倒的強いように見えるんですけど、まあ、実は Yahoo にも勝ち目があるよっていうことで書いてみたんですね。で、やっぱりそのブラウザーのシェアがトップであるとか、ブラウザーのホーム設定が5割あるそうなんですね。これすごいですよね。そして、ヤフー知恵袋とかですね、あと検索エンジンのシェアもトップだし、ヤフオクのシェアもトップなので、まあその辺とどうやってね、組んでいくかっていうことじゃないかなと思うんですけどね。そういう記事書いてました。はい、続いて、新潟の方は、非常に大ニュースでしたね。ネギっ子、ヤフーニュースに出たということで、しかもこれ、NGT と共存ということで、まあ NGT があるから出れたとも言えるんですが、まあ逆にこれでね、新潟のご当地アイドルのネギっ子がまた全国で注目されたら嬉しいなと思うんですけど、トップニュースということで出ていました。はい、その貴重なスクショですね。こちらはいいね数はそんなに多くないんですけど、実は写真をクリックされた数が結構多くて、また後日お伝えしますけど、反応良かったものですね。ありがとうございます。そして、こちら。Yahoo 検索 HTTPS になってるっていうことで、実際になっているものを、スクショ撮ってみたんですけど、まあ、これ実は、普通にやると出てこないんですけど、Yahoo の、Yahoo 検索っていう、特別サイトっていうのがあるんですけど、そこから行くと SSL になってるっぽくて、ポータルの検索窓ではまだね、SSL になってないっぽいですね。はい、続きましてこちら、出版返品4割の重荷ということで、出版業界はかなりね苦しくなってきたということで、ここに図解も出てるんですけど、まあ取り次ぎが苦しくなってきて、栗田さんが潰れたりとかですね、大阪屋も経営不振になってきたりとか、しているんですけど、まあこの辺ですね、私もともと出版業界にいたので、注目しています。そして、エントリーフォーム最適化セミナーを行いましたということで、こちらは、まあ、そのセミナーの、まあ、告知なんかですよね。こんな感じでありますよということで、書いてみました。そしてこちら。さっきの続きですね。ドコモのキャリアだけじゃなくて、ソフトバンクや au でも出てるっていうこと。これ投稿したらコメントの方でもいただいたんですけど、実際に、事実確認もしたものですね。はい。ということで、今回、Facebook ページのいいね数ランキング発表していたんですけど、あまり面白くないですね。面白くない。やっぱり、こう、ニュース系がちょっと多くなって、その写真とかですね、いいね集めるようなコンテンツが、8月はちょっと少なかったかなという反省もあります。もうちょっと、自分の Facebook ページにいいねしてくださってる人に、まあ、投稿にいいねしてもらえるような、ものを増やしたいなと思ってます。まあ、実は、Facebook ページは、ページにいいねを増やすことよりも、ブログ誘導、リンクをクリックしてもらうってことに、ちょっと今、注力している関係もあって、まあ、こんなことになったのかな、という気もしています。
はい、ということで今日は Facebook ページのいいね数ランキング8月分発表しました。インスパイアの方でした。ありがとうございました。バイバイ。